イエーイ、ハッピーハロウィン、イエーイ。こんばんは。ジュースショールームが変わってる。ちょっと、こんばんは。ニーハオ。ハッピーハロウィン。こんばんは。ハッピーハロウィン。こんばんは。なんかちょっとハロウィン配信明日にしようと思ったんだけど、明日何時で帰ってくるか分かんないし。アラッポピエロ、ありがとう。ハッピーハロウィン。分かんないし、なんか今日なんか SNS 見てたらコスプレの写真いっぱい上がってて、アイドルの。この土日でみんなコスプレしたのかな。なんか感化されて、私もなんか明日も死ぬけど多分。そう、ちょっとやりたくなって、2日間やってもいい？いや、明日はさ、何時に帰ってくるか分かんないし、メイクできるか分かんないじゃん。だからとりあえず今日ハロウィン配信です。かわいい。今日もおまけで、おまけじゃないわ。本気だわ。本気モードです。明日ビレッジヴァンガードの、明日ビレッジヴァンガード届く？あ、マジ？それか、なんか郵便局からさ、なんか荷物届きますよみたいなお知らせ来ててさ、なんか買ったっけなーって思ってたんだよね。それだ、郵便局から来てる？お知らせ。届くんだ。あ、それか。全然分かってなかった。こんばんは。こんばんは。そう、MV 公開間に合ってる。カンザピエロ、ありがとう。ハッピーハロウィン。そう、MV 公開一緒に見たいと思って、帰って速攻化粧したぜ。ユメリンの卒コン T シャツ届いた。早い。こんばんは。髪の毛頑張ったよ。そう、ありがとう、気づいてくれて。今日は20時にね。あ、10周年、ショールーム10周年。え、待って、ショールーム10周年。ビレバンはあかりちゃんからのハロウィンプレゼント。そうです。え、ショールーム10周年か。私ショールーム10周年のうち7年一緒にいるんだけど、結構ショールーム子さんだ。子さん配信者だ。こんばんは。タカピエロ、アイガパッピーハロウィーン。7年すごいでしょ？でしょ？
カリンゴ。ハロウィンだよ。ハロウィン感ない？あ、むぎまし来い。くもさん、くもさんありがとう。くもさんが当たったね。疲れんかん。こんばんは。わーい。10周年。こんばんは。まつげが良きです。そう、配信のためだけにまつげあげた、珍しく。えへMV ワクワクねえ。映ってたらもう大歓喜して。当たり未だに目にしたことない？いや、今日当ててもらうよショールームさん頼むよ。チャイナまで来たんだから、私のとこ、あかりんととこに当たりを連れてきてもらわないと困るわ。コウモリさんありがとう。あ、失礼、ずーちゃん卒業、寂しいね。こんばんは。雰囲気作り雰囲気作り。こんばんは。やっほーオーナイズ塾いました、ありがとうございます。暖房めっちゃつけてます。中華料理屋にいたら通いそう。普通の中華料理屋にはいないかな多分こういう人は。コンカフェっぽいよね。そうだね、コンカフェにありそう。やばいコメントしてなった。こらこら、10周年ありがとう。セブン、え、なにこれ、セブン10周年おめでとうなにこれ、え、なにこれ。お前たちこれ必要とかが内容濃かった。よかったです、ありがとう。え、なんかデパートのやつ、風船みたいなやつ来た今。ありがとう、なんか祝われた気分こんばんは。アドバルーンっていうんかね。あ、ミケちゃん、雲が当たったよ。ミケちゃん雲が当たったにゃ、ありがとう。カリンゴ。
年雲がね当たってめでたいですよ。10周年ね、将来も10周年なんか盛り上がってんな。どんな感じ？あげ？あげですか？ユータ、ユータホラーマンが出たよ。よーし、チャイレクチャーしここは行きますけど、だからフラグなんやいつも。日高ひよつぎ卒業公演入った。すごい。世の中そうはいかない。嬉しい。でも、まあ、ショールームのオタクだからさ、私ショールーム10周年、なんか推しが10周年迎えるみたいなもんだから、めでたいです。こんばんは。お世話になってるよ、みんなと出会えた場所だからね。こんばんは。カリンゴ。カナブン、カナブン、雲が当たったよ。ありがとう、ハッピーハロウィン。こんばんは。タカ、今日こそは、ホラーマン、タカありがとう。ホラーマンおめでとう。おめでとうって煽ってるみたい。もう本当に絶対出して、今日と明日だよ。もう泣くんじゃないよ、泣きそうだよ本当に。1週間戦ってんだから、これでカズくー、ホラーマン、ホラーマンが当たったよ。狙い通り、狙ったの。リンゴ戦いなのか、戦いだよもはやこれは。かぼちゃありがとう。監督、監督来い、ホラーマン、かんちゃん、くもちゃん、みんなさ、ホラーマンとくもさん好きすぎない？念じてる。ありがとう。イカリンゴー、山猫坊主、カモさん、あ、4本だった、クモさん当たりある、あるって聞いたよ。10周年クマ、10周年ありがとうございます。アリちゃんとイミリーコスプレしてなかった？私だけこんな浮かれてんの、ハロウィンで。違う、毎年ハロウィン浮かれてるじゃん私。11月15日のリリーベ絶対行きます。待ってます。なべなべ、くもありがとう。あたにゃんにゃん、ありがとう、かぼちゃさん。楽しいルームで感謝です。イベントごとにね、浮かれるタイプだから。リンゴー、こんばんは。ワンバンコ、ワンバンコ、
登り来い、クマさん。なんかたまに光ってるように見えるんだよな。ノーボディありがとう今日も。自分じゃなくてもドキドキする。確かに、くうくう。かぼちゃの目が光ってるのか、そういうことか。チャイナアカリン、かわいい、ありがとう。BLT と EX ゲットしてありがとうございます。 EX 採集カリンゴー。あと10分で、あと10分で MV 公開です。 BLT 明日届く？まだ見てない。中宮口あかりさんが出た。おでめと おでめと下はジャージなの？下ジャージじゃないよ、下はケロッピ靴下です。全身見せてくためには何をすればいいでしょうか。そんな全身は簡単に見せられませんよ。けよけよ、体調大丈夫ですか。悪化してない。き昨日喉ぬる濡れマスクして寝たら喉がライブ楽になった。ガリンゴー当たったら当たったら切る。かぼちゃ当たったらもう一生全身見れない可能性。いや、そんなことないことないけど。タカクマさん、クマさんありがとう。タカさんこんばんは。乾燥注意報で。そうなんだ。こんばんは。お疲れんこん。ゴソリファンがめっちゃいる。あ、本当？嬉しい。赤リンゴ。11月に夏日が来る。夏日？いつ？夏日が来るの？怖。
夏日。疲れんか。こんばんは。令和くん体温管理できてない。確かに。監督光った。くもちゃん、くもさん引いたんだよね。ありがとう。体調大丈夫。よし元気。雲おめでとう。煽ってるみたい。ありがとう。唇うるうるにしよう。平吉ホラーマン、ホラーマンありがとう。監督もう一発。あ、次はホラーマン。あと当たりが出たらコンパだね。セブン、クモさんか。今当たって、あ、ホラーマン、骸骨さんはちょっと食べれなかった。ありがとう。唇うるうるにしてみた。一粒の麦もし、ホラーマン、ほねほねワルツ、ほねほねワルツありがとう。え、当たりない出ないと困る。あと5分。大森さんありがとう。ワクワク。花火師くもさん。猫だからくもさんは食べちゃう。うちの猫くもさん見つけたらすぐ仕留めに行くの。かぼちゃありがとう。こんばんは。監督3度目のくもさんありがとう。監督狙いに来てるね。監督当たってほしい。ああ、くもさんありがとう。あ、くもいっぱいなっちゃった。花火師さんドガンありがとう。今口の中がもぎゃもぎゃになってます。もぎゃもぎゃって言葉初めて使った。監督来い。ハレハレワルス、ハレハレワルツありがとう。ハレハレワルツ初期やな。
雲は素揚げの塩がいいらしい。いや、食べ方工夫したらじゃない。今日中華街で見た？お洋服。あ、みんな中華街でハロウィンしに行くの。なるほど。赤リンゴ。あと2分？じゃあちょっとそろそろ開いとく。テロップ一回変えよう。編集。YouTube ね、 MV 公開実況中継、中継ではないけど実況中継でもいいか。これ私見たんですけど、実はもうさっきリアクション動画上がってたんで、みんな選抜に入れてくれてありがとうございます。今回も先に言っときます、これは自分が映ってるか映ってないか思っていること、選抜に入れてくれてありがとうっていう気持ちを持って毎回撮影に挑んでいます。それを胸に、それを思って見てください。だってそうでしょ。 YouTube です。 STU の YouTube でプレミア配信やってるので、まあ始まってから1分ぐらいカウントダウンがあるから、これね、私がどんな気持ちで撮影したかっていうと、みんな選抜に入れてくれてありがとうっていう気持ちで見てます。あ、撮影してます、すべて。えい、プレミア公開中です。あ、みんなのコメントも流れてますね、チャット。これ全画面表示どうやってするんだ。えい、あ、これでいいのかな。8時になった。あれ、どうやったら始まるのこれ。花火師クモン、隙を見て、いや、わかる、これ私が見てない隙に当たったりする。え、始まった。ああ、何これ、謎の映像が流れてます。謎の映像が流れてる。何これ、何これ、ワカメ CM じゃないでしょ。え、なんだろうこれ、あの船の上からさ、テープでバイバイするやつみたいな。え、7 6 5 4 3 2 1 0、来た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 、もういい、この後めっちゃエモいんで。出るところおしゃれ、あ、来た来た、あかりちゃんおった、今帽子かぶってる白い服の人、あかりちゃん、ユビリン下から撮られても可愛いとか、すごい怖い怖い怖い、あかりちゃんのみんな見逃さないでね。
いた、今歩いてたのあかりちゃん、赤いカバンつけてた。踊ってます、広島で、広島で踊ってます。この前、この前トロサーモンさんと行ったところで踊ってます。またまさかまた早くこんなとこ、ここにまた来るなんてと思いました。なんだっけ、私がトロサーモンの人と行ってたところ、瀬戸チャレで、そこです。うおー、バスケット女子が一人おる。おお、ガードレ、鏡越しのひなちゃん、いいね。あ、私が今一瞬いた気がする。うわー、リボンつかむの3人ともうまい。踊ってます。これ MV の時リボンあったからなんか踊りやすかったけどさ、このリボンなしバージョンで今片手でやってるからさ、よくわからん踊りになってるよ。リボン、これのリボンの踊りさ、面白いじゃん。何してるんだろうみたいな。リボンがあるからね、成り立ってたんですよ。だからリボンを持ってやりたい。新体操みたいだね。あ、ここすごい光とさ、青いリボンのさ、あのコントラストっていうんですかね、めっちゃ綺麗じゃないですか。かっこいい。でで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 、でお、ユミリン、ユミラは越えて靴下を脱ぎ出しました。ついに裸足です。お、千穂ちゃんが回っております。サムネの顔、みんな湿気で、ま、全員髪巻いてたのにストレートになってます。湿気がやばかった。ここ全員前髪ぺちゃぺちゃ、前髪ぺっちゃんこ、髪の毛めちゃめちゃ全員湿気だらけ。おー、ユミリンの後ろにうまいこと見切れてる福田、いつもの見切れ芸。あ、見切れてます。ピンボケですけど。チャン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 、いいね、みんな可愛いね、衣装もいいね。じゃん、この後がいいから、まだ見ててよ。終わりじゃないからね、これで。おー、かっこいい景色。出てます、来年おめでとう。あー、終わった。ユミリンはね、君は何を後悔するのかって言ってました。どうでしたか皆さん。イエーイイエーイ、どうでしたか。ありがとうございます。めっちゃ良くない？私今回の MV さ、めちゃめちゃ好き。あ、やばい、頑張った。ありがとう。そうなんです。これも早起きして、ちっちゃいマイクロバスで足を体育座りにしながら泣きながら、十何時間バスに乗ってたって、ストーリー上げてた日のやつなんですけど、ミレ版販売期間中ぐらいの。え、もうめっちゃ頑張りました。ありがとう。え、本当に、ユミリンのファン、今多分全員泣いてると思うんだけど、めっちゃ良くない？一つの目星、いいね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 、ありがとう。めっちゃ嬉しい。なんかすごくね、嬉しいところはたくさんあるんですけど、私は何よりもまずイントロの時点で全員の顔を一回ずつ映してくれてるじゃないですか。もうあれがめっちゃ嬉しくて、 MV さ、死ぬほど血を吐くような思いしていつも撮ってるのにさ、なんかまあ一番映るわけないよねみたいな、そういうマインドでいつもいるんですよ。
で顔の寄りなんて絶対いつもないし、ダンスシーンとか私じゃなくてもよかったなこれみたいな場所時が多いんですけど、あの今回メンバーの顔が1回ずつちゃんとイントロ1番のより前の時点で全員ずつ全員1回ずつ映ってるんですよ。それが本当に嬉しくて、やっぱ初選抜の子もさ、よく初選抜になりました MV 初公開いたみたいなよくなるじゃないですか、 SN 限らず。それが今回ないから本当に良かった。あの気まずい感じねがなくて本当に良かったです。で私もファンの皆さんに早く言いたかった、いたよ今回、めっちゃ嬉しい。早起きした回やりました、本当にありがとうございます。それが全員がちゃんと1回ずつ顔の寄りがあったっていうのが嬉しかったこと、あともう一個はユミリンの表情がめっちゃいい。やっぱ卒業シングルで最後の MV 撮影でね、ダンスシーンとか特にもうユミリンの背中を見ながら MV を撮ることはないんだなと思うとすごい寂しかったんですけど、やっぱドラマシーンは MV 出来上がるまで自分以外は見てないんですけどね、やっぱユミリンの STU を6年半作ってきたこの表情ってこれだなって、これは多分ユミコ推しじゃなくてもさ、あユミリンありがとう今までってなるよね。さすがだもんやっぱ表現力が素晴らしい。素晴らしいですね。ユミリンかわいい。そう、全員映ってよかったです。決めてきますよね、説得力のある表情っていうか。今回は本当にファンの皆さん、あの特にお気に入りの MV になったんじゃないでしょうか。どうですか、どの MV も思い入れがあって素敵な作品を作っていただいたお気に入りなんですけども、もちろんあの皆さん特にお気に入りになったのではないでしょうか。どうでしょうか。はい、しかも今回のエモポイントはあの瀬戸内の声っていう曲の MV を初めて撮ったんですけど、 STU はそこで瀬戸内7県で撮影したんですね、2人ずつ行って。今回 STU48 のシングルの MV としては初めて瀬戸内7県に全員で行って、分散して行って瀬戸内7県の映像が MV に入ってるんですよ。だから瀬戸内の声から始まった瀬戸内7県の STU48 が10枚目シングルにして、またそれをこう思い起こさせるような構成になっています。それが個人的に結構エモポイント。私も実際香川、もう私とひなちゃんとゆみりんしかいないんだけど、この表題曲の子だったら。そうなんです、いないんだけど、なんかそれを思い出して、私は香川県にね行かせていただいたんだけど、でもさ一日バスがさ何台も借りれないからさ、やっぱバス借りるのも高いからさ、あの愛媛と香川と岡山全部だから、愛媛で朝撮影して何もしてない、私もただバスで待ってて、でそのまま香川に行って香川で撮影して、で愛媛の子も香川の子も岡山の子も朝から愛媛から乗ってんの、愛媛で泊まってて、で香川で撮影して岡山まで行って岡山で撮影してるのずっと待ってて、その朝愛媛で撮影するのを待って、香川で撮影するのを待って、岡山で撮影するのを待って、で広島にまたそのバスで帰って夜ダンスシーン撮ったんですよ。だから本当に吐きそうでしたやばかったです。タカ頑張った、ありがとう、頑張りました。その辺うろちょろできないんですよ、衣装をさ公開できないから世の中に。そういやマジで
あの死にそうでした本当に。なんか朝愛媛とかにいる時はなんか寝てられたんですけど、香川で撮影した後は目覚めちゃって、もうなんか岡山にいる間はパセリがバスケしてるのをなんか、あ、バスケ楽しそうだなとか思いながら、こうやって車でこうやって見ながらそう見てましたけど、楽しかったです。なんかね、そうみんなでいろんな県を回ってね、そのなんていうかというと、四国に新幹線がないからなんですけど、車チームで帰ってきて、私たちのチームが最後に帰ってきたんですよ、広島の現代美術館に。そう、広島の現代美術館に最後に帰ってきたらみんながいたんです。そしたらなんかちょっと泣けてきた。なんか、ああもうみんなでここに集まったんだねみたいな。私たちも STU48 瀬戸内7県でオーディションさせていただいて、香川会場、徳島会場、愛媛会場みたいな感じでね、もちろん広島会場もありますけども、で広島に最終審査で集まって STU が作られたんですよね。今広島に住んでるんだけどね、なんかそれを思い出して、なんか私朝だから四国回って岡山経由で広島帰ってきて、広島現代美術館で帰ってきたらみんながいるみたいな嬉しかった。でもあっちはあっちでもうバタバタしてるから、全然あ、おかえりお疲れ様とかもなく、あ、着いた着いた来たよ、はいメイク直してみたいな感じだったから、なかなかあのこのエモさは誰にも伝わらなかったんですけど結構頑張りました。そう、私的には大ドラマだったんだけどね押してるからダンス撮るよみたいな感じになってから、えってなったけど、やっぱみんながいて安心しました。そう、嬉しいですね。やっぱゆみりん最後ってことでね、スタッフさんもねすごい気合い入れてくださってて楽しかったです。花かも、そう何回も見てください、ぜひよろしくお願いします。いや頑張りました、とってもこのミュージックビデオの、あのさっきのリアクション映像みたいなツイッター上がってるんですけど、あのオールナイト富士子の直前にねみんなで見たんですけど、私は本当に素晴らしい MV を作っていただけてすごい嬉しかったし、なんかメンバーがみんなねほっとしてたの。なんかさ MV 公開ってさ、まあ、盛り上げるよもちろん盛り上げるけどさ、なんかあいなかったなみたいな、だからぜひ見てくださいねっていうものの、あ多分私多分見つけてはもらえないだろうな別に、自分のファンぐらいにしかっていう気持ちとかもさあったり、終わった後にあーすごい素敵と思いつつもマジで映ってなかったんだけどっていう気持ちがめっちゃ頭にある時もある子もいると思うので、ね、私もそういうシングルもあったし、だから今回はみんなが一回最初に抜きがあった時にホッとしてて、ちょっとそこまで緊張してたんですよみんな、もう怖いから自分が全然映ってなかった時にファンの人にどんな顔をすればいいのか分かんないし、多分自分もそれに気づいちゃうから、なんかファンの人があれ映ってなかったなと思ってるだろうなってことに気づいちゃうから気まずいんですよ、それがすごい私が怖くって。だけどなんかそのイントロの時点で全員一回抜きがあって、抜きがあったことでみんながすごい一番からもうほっとして見れてたんですよ、だからすごいいい実況になったと思う。そうだからね、私はめっちゃそれが嬉しかった今回、ありがとう監督の人ありがとうって思いました。ちゃんと16人いることを分かってくれてる人だったからよかったです本当に。たまに16人いることを分かってくれてない時あるから、なんかすごいそれが自分的にトラウマだから、今回の思いやりのある全員抜きが1回ある MV っていうのはすごく嬉しかったです。やっぱファンの人がさめっちゃいろんな努力をして頑張ってくれて無理もして選抜に入れてくれてるからこそ、
入れてくれてるからこそやっぱそれを恩返ししたいんですよね。だからこうやってみんなと笑顔で MV が見れてることが本当に良かったです。そう、ありがとうございます。本当に10枚目シングルもよろしくお願いします。そうなんです。ありがとうございます。そして今回あのリリーベもね決まったので、そう。尊い。リリーベ決まりました。リリーベはクレドホール2期生のオーディションしたとこかな。そう、あのエリオン神谷町ホール行ってるじゃないですか、みんなよくあの僕たちの恋に予感公演とかでエリオン神谷町ホールの目の前です。そう、広島です。広島駅からどれぐらいかな、車で10分15分ぐらいかな、まあ、混んでる時間帯とかにもよるけど、多分バスがいいんじゃない、神谷町だっけ、クレードは どうやって行くんだろう、バス分かんないけど、まあ街中なんでどうとでもなります。そう、バスセンターから超違い、あ、そうなんだ。じゃあ広島駅からバスセンター駅がある、バスセンター駅に乗ってぜひ行ってみてください。あ、11月3日で予行練習で行っとくのいいね。確かに市電乗っていく、市電だったらどこだろう、神谷町で降りたらいいのかな、バスだったらバスセンター、まあなんとでもなる。 Google に聞いて、 Google 検索でクレードホールまでって入れたら大体連れてってくれるから。リリースは瀬戸内の人に見てほしかった、優しい。宮島から遠い？宮島からは遠いね、電車で1時間ぐらいかな、宮島からだったら。はい、15日水曜日に、え、平日か、めっちゃ。めっちゃ平日だけど、11月15日。ファンっぽい人についていく、それがいいね。11月15日、広島のクレードホールにてリリーベがあって、7時からです。7時からで、お話し会、ライブとお話し会があります。ライブは観覧無料です。無料だけど整理券システムだ、整理券システムってさ、整理券持ってないと入れないのかな、入れるけど整理券の方が前ってことかな。でもでもさ、例えばさ、まあ、1000人ぐらいだったら入ると思うけどさ、どうする、1万人来ちゃったらどうするつもり。まあ平日だから来ないか、そんなに入りきるのかな。だってユミリンの最後だしさ、いつもよりいっぱい来る可能性もあるじゃん。建物だから入らない可能性もあるよね。そしたら無料はなし。あ、そうなんだ。なるほど。
あ、14時半、イベント当日、元町クレド、パセーラ11階クレドホール、ロビーにて15時半より対象の販売を行います。お客様用エレベーターは14時半から動き出すので14時半以降にお越しください。です。14時半以降だって早く来ちゃダメだよ。僕らの早く来たらツイッターで晒されるんだからね。 STO のイベントやってて邪魔みたいな感じで、ね、そういうのすぐ最近ツイッターでね、言われるから早く来ちゃダメだよ。14時半以降に来てください。あと早く来ても整理券が前の番号じゃないからランダムだから、よろしく。一番に並んだら一番の整理券がもらえてなくて、一番に並んだら整理券がもらえるってだけで、別に番号はランダムなので、ぜひ余裕を持ってお越しください。配信されない？いやー、どうだろう、配信ありそうだけどね。あと合わせてハロウィングッズも販売されてます。何やらくまさんありがとう。明日からだって。キーホルダーとアクスタとアクリルカード。MV も良かったし、かぼちゃいきますか。当たればうどんに卵落とそう。どういうこと？卵ある、買ってるのすごい贅沢、いいな。ゆうた、卵でお願いします。こんばんは。スードン食べます。いいよ、卵入れな、入れな、いいよ。体調良くなった、よいよい、元気元気元気だから。今日も何時間踊った？9時間ぐらい踊ったわ。みけちゃん、ほねほねわるち、ほねほねわるち、ちょいこわちょいちょ、ありがとう。かぼちゃまん、ハロウィン花火師2個来たよ。くもと、もう一個くもと見た。こらね、予想できるようになってきたわ。花火師ありがとう。花火師もホラーマンと雲コンプしてない。帰宅しました、おかえり。手芸体力、いや今日は早く終わったんだよ、よかったみたいな。監督かか今日早く終わったから思ったより配信できてる、ちゃんと。よかった。ゆうパックから連絡来てたね、ビレ版だと思う。骨と雲交互に出てた。本当？そんなことないよ、連続の時もあるよ。 MV はチャイナがヒント。いやー、まあ、赤のカバンつけてます。こんばんは、かわいいぞ、ありがとう。明
明日ビレバン届くの楽しみだね、みんな。テッピー、クモコ、せいちゃん、クマ、クモが当たった。二人とも仲良し、ありがとう。瀬戸内の声からしたらよくもこんな綺麗になった。時間指定しました。時間指定しなきゃ私も。でも明日の予定がまだわからないか。これ当たり引いた人います？いるらしい。こんばんは。ニーハオ、ニーハオ。カインゴ、なんかハロウィン X のタイムラインが6時特定班でにぎわってる。そんな特定班なんてめんどくさいことせずにメンバーに聞いたらいいやん。私はね、うわー、ギリギリ見えないこのバス停が真横になってる。福ちゃんは中央がかわいい、ありがとうございます。龍と香川の琴電バスの龍な池の横の龍なんとか池、龍なんとか池のバス停だよ。ごめん、ちょっとさ、ちょうどさこの標識がさ横になってるんだわ。でさ、ここちょうど小学生の帰り時間でさ、なんかおにぎりくんみたいな男の子がさバス停のベンチに座ってさ、頑張ってください、応援してます、撮影頑張ってくださいってずっと言っててさ、ずっとさずっと座ってるからさ、そうずっとカメラさんが頑張ってさ、その男の子が映り込まないようにさでも私たちはなんか可愛すぎて、それがめっちゃ癒され、朝早くてみんな結構疲れて、多分ちょっとカリカリし、時間もなくてカリカリしてる中、そのおにぎりくんがめっちゃ見学してくれてる、励ましてくれてることですごいなんかほんわかなって、めっちゃ可愛かった。そう、香川の癒しキャラ龍満池っていうの、それそこのバス停、いやめっちゃ可愛かったよ。ほんでバスが来たらさ、じゃあ僕はこれでって言ったの妖精だったかも、確かに妖精だったかもしんないな。じゃあ僕はこれでって言ったの、小学生ってじゃあ僕はこれでって言うんだと思ったけど、もう大爆笑だったね全員、めっちゃ可愛かった、ほんと元気出た。笑っちゃいけない曲なのになんかね笑いそうだったもんねめっちゃおもろいよね。そう、かなり良かったですね。香川いい、香川ね、香川いい場所だよねめっちゃ可愛かった。超癒されました。妖精だったかもしれないな、めっちゃいい子なんだろうなって思ったかわいかったわ。いや、じゃあ僕はこれでって言って帰りたいよね。そうだよね、龍満池バス停、それそれ、龍満池バス停です。そうで、あのパセリがバスケしてるとことかもその帰りに行った。あ、どこだったかな、
でもマリンライナーのどっかの駅の近くだったような気もする。だって私、え、あれマリンの駅じゃない、マリン乗って帰りたいんだけどって思ったもんそう。でも他のメンバーのは知らないわ。マイキューの撮影にもついていったけど、愛媛だしここがどこかわからないまま待ってたとりあえずね、あの、じゃあ僕はこれでの少年が素晴らしい香川県でした。小島さんは明石大橋吹き、あ、そうなんだ、すごいファンの方特定が早いでござんす。そう、でもまあ聖地巡礼してください、ぜひ。徳島、香川は誰と一緒、香川は誰と撮ったっけな、いや私だけだったような、いやどうだっけ、何人かと一緒に行ったけど誰がどの件かは覚えてないよ。もう資料が開けないような気もするけど、どうだっけな、覚えてない。こんばんは。ふう、現代美術館、そう、楽しかったですよ撮影。なんでチャイナ？ハッピーハロウィーン！トリックアトリート、トリックアトリートって言って、トリックアトリートって言え、うん、私が言う方、うん、トリックアトリート、トリックアトリート、トリックアトリートって何？トリックアトリート、トリックアトリート、トリックアトリート、お菓子くれなきゃいたずらするぞ。え？いたずらするの？菓子出せや。トリックアトリート。はい。世にも美味しいチョコブラウニーだよ。はい。これ大好きなんだ。ま、ま、
高くないよこれ、コンビニのやつ。なるさん、くもくもさん、なるさんありがとう。トリート、なるさん外れ。チョコシップがめっちゃ入ってる。今日雲だった。今日はっても明日しかない。うん。高くない。150円ぐらい。セブンがトリート来ました。トリート初めてだよ。すごい、おめでとう。本当に当たりあったんだ。ちょっと嬉しすぎて。よかった、みんな報われたね。見逃した、バカバカ。え、やっぱさ、ハロウィン近づくにつれてさ、確率上がってるかもね。だって今日まで全然ダメだったじゃん、みんな投げてくださってたのに。ね、絶対あるよね、それ。ハロウィン当日に向けてさ、上がってるよね、確率絶対。ね、え、だから、え、絶対あるってさ、ハロウィンが盛り上がるようにしてるって絶対。嬉しい。嬉しい。やば。明日が確率高いと思う。なんか今までも当たりはあったけど、マイキューのとこ出て、あとノイミーのこととかでも出たんでしょ。だから当たりもあったと思うけど、やっぱハロウィン近づくにつれて確率上がってるんじゃないかなって思った、今。え、本当にあるの、あるってかさ、あるのが分かってよかったよね。やつはないかもって思いながら投げるの嫌じゃないね。あるのが分かってよかったし、希望が見えた。
ね、あ、これはあるわ、面白い、うわ、この数日かけて、数日かけて盛り上がっていく感じ、1週間越しの、うわ、いや私ちょっと若干疑ってた。じゃあちょっと、あ、約束な、約束ではし、約束はしないけど、見逃したの？はい、全身です、全身映らないな、ショールーム、あのパンツの上にちゃんと見えていいやつ履いてます、こんな感じです、ピース、ハッピーハロウィーン。かわいいやろ、ありがとうございます。あのね、コメント欄でエロいとか言わんのよ。えね、私だからコメントブロックしないけど、普通の節度のある子はブロックするよ、コメント。エロいとか言っちゃダメよ、ほんとに。48くらい、いや、48グラムじゃないか、STU の子に対して。本当にダメよ。体勢ないから。私は、まあ、そのさ、自分で見せてるとこあるから、Twitter とかだったら、いいけど、本当に、私の同じノリで、学生メンバーとかに言ったら本当にダメだよ。ちゃんと見てるからね。あ、この人、握手会とかですごい優しかったのに、こういうこと言ってくる人なんだ、ってなってるから。メンバー結構なると思うよ。だからちゃんと人は選びなさい。みんなのために、みんなのおたかつを楽しくするために言ってるけど、人は選んで言うんだよ、そういうこと。あまりにもいっぱい来てたからびっくりしちゃって、ちょっと。そうね、学生メンバーはダメだよ、20歳超えた子にしな。そうだよ、そう、いや、当たりが出て浮かれてるのはある。じゃあ僕はこれで。そう、アドバイス。推しには絶対に言えない。おい。え？愛人ポジやめて。そう、みんな優しいからね。いや、でも当たり出てよかったわ、本当。なんか当たり出るんだって。嬉しかった、ありがとう、ありがたいな。ありがたいな、嬉しい。いや、若干責任感じてたとこあったもんな、確かに。私もこれで本当に誰も与え入れないもんは、ハロウィンまで終わったらどうしようって思ったけど、でもやった、でも絶対ハロウィンまでに当たりが上がってると思う、多分それだな。そう、絶対その調整入ってるからと思います。私は、イエイエイ、こん
あんま。でも当たりしれっと出たな、なんかしれっと。これで投げたら結果見えてるか、今投げるってこと？いや分かんないよ。だって確率って他の事象に左右されないから、この場合の確率は。なんかそういうのあったよね、なんか3個のコップで1個選んで変えたらどうのみたいな。目黒の工事くもさん、ありがとう、ごめんなさい。独立自主同様に助からしい、そんな感じ。目黒の工事投げてみました。まあまあ確率だから。モンティーホール問題、それそれ。こんばんは。当たった方は後日メッセージボックスに、運営さんからメッセージが来るのでそれをお待ちくださいませ。こんばんは。モンティホール問題は数学者でも間違えた、なんか IQ がめっちゃ高い女の人が解決したんだよね。疲れんこん。あー楽しいな。外れた分はハロウィンジャンボ宝くじに運を残す。確かにポジティブ、ポジティブシンキング大事。バスでバッシュで帰ってくる。どこまで可愛くなっていくんや。そうですか。お疲れんこん。確率論考えようとしてるけど目が進まない。おお、宝くじ当たったら何に使いたいか。にゃんすけさんに家を買ってあげる。こんばんは。
ケチャンハウス。かわいいな、そう。ゴロミにもお願い。ゴロミは勝手に訪ねてくるから。しかもゴロミエちゃんはもう家持ってるから。うちの高松の家はあのゴロミちゃんの家なんで。ピャンスケに家買ってあげないと。お尻福ちゃんを見つけたという大当たりを7年前にすでに当ててます。はい、みんな今の言葉あの筆で書いて額縁に入れるように、額縁に入れるように。お尻福ちゃんを見つけたという大当たりをすでに当ててます。額縁に書いて、額縁に入れてください。くちゃん当てた、あかりちゃん当てた。模範解答。お寺の掲示板に貼りたい。あの日替わりで書いてるやつ、寺の外で、あのお寺のやありがたいお言葉みたいなやつに。しれっと一日ぐらいそれ紛れてても分かんないかもね。こんばんは。なんか食べよう。よっ。こんばんは。よっ。あの日悩み出した答え、なぜ今でも引っかかる。中華かな。うわ、中華が良かったね。ちょっと開いてます。えい。ちょっとこっちの部屋が温まってなかった。でも今日何もないよ。本当に何もなくて、どうしよう。なんもない。うまかっちゃん。うまかっちゃんとかでいいの？何がいい？うまかっちゃんとかでいい？ハートありがとう。辛ラーメンがいいの？あ、餃子ね。チャイナだから。あ、餃子あるかも。餃子あるかも。わあ、あった。餃子にします。餃子ある。
だった餃子ラインで。じゃーん、餃子とチャーハンにしよっかな。餃子超や、お王将のタレ付き、凍ったまま並べて火をつける。え、餃子とラーメンでもいいよ。餃子とチャーハン、チャーハン、じゃあはい、チャーハンセットがいい人、ラーメンセットがいい人、豚骨になるけどいい。いやちょっとラーメンに気が向いて揺らいできたけど、方が消す顔が見れる。やべえやつじゃん。めっちゃ面白い。いや本当に今勉強になったもん。お勉強させていただきました。ごま油ちょっとやろう。ごまと。強い。餃子がなんかパーティーしてる。ハロウィンのみんな好きなキャモちゃんが誘ってる。手を叩け少し遅れ、年に一度の会話。
今日まで自由なお化けたちハロウィンだ。あとでカラオケしたくなってる。あれる？うんちゃん、レディー、レディー、ちゃんちゃん、ハッピー、ハッピー、ハロウィンだ。夜明けになってミスしてるのは僕たち二人だけ。愛はいつだって強い引力。中華。うまかっちゃん、そうだっちゃん、おお、かわいい、ありがとうございます。ハロウィン、まあ明日がね本番ですからね。明日もね、まあさすがに10時11時には帰ってくると思うんで、明日みんなお菓子買っといてね、ハロウィンパーティーだから、よろしく。明日は何にしようかな。何円まで、もうみんな大人なんだからいいよ、何円でも買って。うどんはおやつに入りません。Thank you.
にゃんやんつけ棒、にゃんやんつけ棒公的な。揚げピッピ、揚げピッピはお菓子だね。こんばんは。よっ、じゃん。よいしょ。みんな作ったよ。集まって。みんな集まって。できたよ。はい。あかりちゃん中華料理店ハッピーハロウィンのご飯はハッピーハロウィン。イブのご飯は赤いちゃんのチャイナで火傷しちゃうぞ、丸焦げ餃子と、濃厚なあかりちゃんのうまかっちゃんを堪能しちゃいな、水分飛ばしすぎうまかっちゃんです。いただきます。ハッピーハロウィン。汁なしうまかっちゃうんですか。そう、慌ててさっき水道水入れた。ちょっと、うん、めっちゃうまい。チャイナガール、そうです。エビ入れてみた。どう？
メインフィルムのラジオで福田さんの話題出た。メインフィルムって何？ブーちゃん、ミラもありがとう。じゃあミラポも回ったことだし、ハロウィンナイトだね。丸焦げ餃子をどうぞ。うまっ。メイクも合わせたよ。ラー油かけてないけど、ごま油かけた。好きやろ。白雪さんがゲスト、あ、コハちゃんか。このセット食べたいね。サイゼリアから見てる。ポップコーンシュリンプがおすすめ。熱っ。帯、雲が当たった。帯、帯じゃない、帯またチャレンジ待ってるぜ。美味しそうに食べますね。もうこの深夜に食べる、体使った後のこのご飯が最高。この前 YouTube ショートでなんか美人な人は食べるときに口の中が見えないように横に向いて
視線をそらしながら食べるって書いてて、私の食べ方こうだから本当に分かんなかった意味は。はあ、ごちそうさま。どっちもめっちゃ完食。最高。私が横向きでさ、口を押さえながらさ、やばいやばい言ってたらちょっとショック。私のカバンどこ？イヤホンが欲しい。カバンの中も机の中も探したけど見つからないよ。どこイヤホン？よいしょ。何ですか？サプライズですか？サプライズ？何？何ですか？何？みんなして。どうしたの？何ですか？みんな今結託してなんかしてたでしょ。サプライズですか？あ、コーラありがとう。今日誕生日です。おてめとくもさん
くもさん、お誕生日おめでとう。あれもしてないのか。あ、めっちゃ、いったん、あるあっぴょ、みきちゃん、いったん、ミラボ、ありがちょ。なんだっけな。イヤホンがなくなったんだけど。もうさ、今、家やばくて。福田山脈を越えて、なんだろう、福田アルプスになってるんですよね。日本三大アルプス、日高木曽赤石あるじゃないですか、赤石あるじゃないですか。今もう日本四大アルプスになろうとしてます、うちが入ることで。待って、でもちょっと見当が若干ついてきた。ここだな。私いつイヤホン使ってたの最近。なえ、一緒に探してよ。諦めよう。あつ、汗かいてきた。オタが知ってたらやばい。いや、ファンの方が一番知ってるよ。だってショールームでしか使ってないもん。今福田アルプスの2号目ぐらいまでは行ったんですけどね。あったー、東大元クラッシュ、イエーイ。いや、登山してたよ、こんな格好で。嬉しい。片付けしたい。
よし、みんなパーティーの準備。いやー、イヤホンも見つかったことだし、よろしく、お化けたち集まって。こんばんは。前夜祭、この12時超えたらハロウィンだから、もう行きまーす。てれてて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 てI'm not afraid of the dark.
とう、いたん、ありがとう、目黒の小路、ありがとう、嬉しい。え、HA、 ここに文字あるけど、HA、LWENN、HLONE、HLONE、HLLE、HALLOWEEN。ありがとうございます。HALLOWEEN。ハロウィンナイハー HALLOWEEN。 コツは HALLOW W って言ったら間に合わん、 HALLOW って言ったら間に合わんけん、 HALLOWEEN がコツ。素敵だった、ありがとうございます。HLLOD HALLOWEEN WEEN。です。HALLOWEN。 メール送ろう。メール送ろ。俺たち友達よな、どういうこと、どういうこと、どうしたん急に、闇期。大丈夫だよ、あかりちゃんはずっとそばにいるから。HALLOWEN。 それはマブって突っ込んでほしかっただけ。あ、マブダブってこと、ごめん、頭働いてなかった嬉しい。ね、今 STU のツイッター見てたらさ、つるくさんのさ、つるくさんさ、皆さん応援よろしくお願いします音符だけなんだけど、いつもみたいに飾ってない。つるくさん今回のシングルなんでこんな、前がすごすぎ、あ、花垂れの時がすごすぎただけ。行くぞ紅白、行くぞレコ大ってすごい言ってくれてたじゃん。つるくさん今回はやっぱゆめりんの卒業ってことでしんみりしてんのかな。つるくさん今回割とさらっと、いや今までがすごすぎただけで、あのチェッカーズ様が触れてくださるだけですごいんだけど、それは当たり前なんですが、今考えてんのか、確かに行くぞ、いや攻めてない攻めてない、なんかつるくさんらしくないなと思って、忙しいんだろうね、確かに忙しいんだと思う。なん、今回はどういう言葉で鼓舞してくれるんだろう、つるくさん。行くぞ朝ドラ、じゃ行くぞ朝ドラ、行くぞ紅白、だからユミリンが朝ドラに出てその主題歌を STU が歌う、行くぞ朝ドラ、行くぞ紅白、どう？
これだなきっと。もし鶴久さんが迷ってたらそれ提案してあげよう。ユミリンの卒コン来るかな。行くぞ朝ドラ、行くぞ紅白。福ちゃんが撮ってる場所分かりやすかった、分かりやすかった、すごう。君は何を後悔するのか、今生きた道何度も振り向いて。まだショックが言えてない、ユミリン卒業の。そういうことか。コウモリさんありがとう。はいはい、痛いな、ちょちょ夢心地、 ER ファンクラブ、だんだん君と同じ言葉が使えるね、を愛に言えるかな。メール送り中。今日の謎かけ、今日は香りの記念日、いい香りとかけて雨と解きます。今日簡単、その心は。答えは福メールで。むずい。
こんばんは。なんて美しい。黄昏の海よ、砂浜に寝そべ。メロクタを受け取ってね。ワン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 。にゃあ、なんか風良くなってきた。だってさ、声やばかったじゃん昨日とか。めっちゃ普通に歌えるのやばくない？まあレッスンでめっちゃ歌ってるからか。ねえ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 、すいません、皆さん今からこの曲を歌います。私は今から歌うこの曲がショールームに入ってすごく嬉しくて、私ショールームに入ってる曲の中で、まあ、大切にしてるものもたくさんあるんですけど、いつも歌う曲リストの中にこの子は多分これから入ってくるんじゃないかなって思います。皆さん、そうですね、この曲を自分が自分の曲として歌うことができているっていうのはすごくありがたいことですし、私の中で一番あの映ってるミュージックビデオだし、みんなのお気に入りのね曲でもあると思うし、衣装も大好きな、そしてツアーとかの思い出もあったりして、すごく大切な自分のアイドル人生の一つの大きな、何、いろんなきっかけを作ってくれた曲でもあるので、この曲がショールームに入った記念で初めて歌いたいと思います。それでは聴いてください。 STU48 瀬戸内 PR 舞台の楽曲、福田あかりバージョンでお届けします、笑顔のチャンス。
自分の歌いじゃないとこなかなか難しかったんですけど、ありがとうございました。笑顔のチャンスがショールームに入った、嬉しい笑顔のチャンス本当に大好きな曲だし、振り付けで好きなところはやっぱり、だけど今でも時々思い浮かべるのね、落ちサビの後にみんなで円になって手をこうやってうわーって上げていくとこがあるんですよ。あそこが大好き。お金持ち先生ほらーなありがとういい曲の後だけど当たるとは限らず、ありがとうございます。そう、あそこでなんかみんなと目が合うんですよ。で、はーってなんかすごい仲間といいなって気持ちになります。おりちゃんほらーなん、ありがとう。そう、あそこはやっぱりね、やっぱ PR 舞台のでいろいろ乗り越えてきましたので、笑顔のチャンスはとってもいい曲で、みんなで歌う、あのメンバーで歌う意味があるなって思いますね。わかる？ありがとう。そしてペンライトとミラーボールもありがとう。終える分だけでも、あ、一旦タカヒコッピータカおい中島風目黒の工事ありがとうございます。音符音符ペンライトコウモリさんありがとう。いや本当あの笑顔のチャンスのあの MV 撮影の時って本当に辛くて、ぬと目が合う、あ、ちほちゃんと目合うとこで、ちほちゃんが走って帰ってきたとこでしょ。そこいいよね。そう、MV 撮影の時がちょうど神様も呆れるくらいのショールーム選抜の期間で、めちゃめちゃ大変だったんですよ。そう、それで結構しんどくって寒かったし、そう、寒、真冬だったしね、年末で。なんか私たちって寒い時期に MV 撮るんですけど、やっぱエガちゃんのダンスシーンは本当に、あ、でも息をする心が一番寒かったけどね、寒かったですし、あのでもね、すごい思ったのは、僕はこの海を眺めてるも4年前のクリスマスに撮ったんですよ。めっちゃ覚えてる。ユミリンとね、 MV 撮影の後にね、たこ焼きファミリーパック買ってきてね、クリスマスパーティーしたの。そう、でエガちゃんもクリスマスの1週間後かな、クリスマスと年末の間に撮ったから、なんか PR 舞台ってクリスマスらへんに撮るんだなとか思ったり。そうで、私たちはショールームイベント中だったから、去年の年末はファンの皆さんもですけど、何、年が明けたんじゃなくてショールームイベントが終わったんだよね。だからうちらまだ年明けてないよねだって去年の12月31日にさ、ショールームイベント終わったじゃん。だからうちらは年明けてないの、まだショールームイベントが終わったってだけで、だから年明けやってないですね今年はまだ2022年の可能性が出てきました。年明けがちゃんと年明けれてない気がするそんな感じでこの思い出があります。そう、今は2022年かもしれない、もしかしたら。そんな錯覚を覚えるぐらいやっぱし、あの大変でした、イベントって。そう、でもみんなのおかげでね、 PR 舞台シーズン1もシーズン2も入れて、 MV も作っていただけて、シーズン1の MV もお気に入りなんです。ビームスでね、何回も言うけど、
ビーム2番でビームスの、ね、ビームスの袋をイエーイって持ってる自分のシーンが好き。この海を眺めてるでした。これを一昨日
3日前か、ユミリンと山口で歌って、花垂れ公演で、なんかユミリンとこの曲をもう歌えるのって何回なんだろうってね。思って PR 舞台シーズン1 7人いて、今5人になって、あ、4人になっちゃうんだなって、結構なんか悲しくて泣きそうでした。僕はこの目を眺めてるの時、山口公園ちょうどイミリンとね、背中も合わせて見つめ合うみたいなのもあるし、ペンライトミラボ音符ありがとう、せいちゃん中ミラボありがとうございます。いやー、なかなかもうセブンおいたんありがとう。ユミリンとね踊れる機会もなくないから、タカありがとう。そうなんですよ、ユミリンがいなくなることによってオリメンでできなくなる曲がたくさんできますね。やっぱ一番いっぱいいろんな曲に参加してると思うから、我慢しないで泣いちゃいなよ、チャイナって言いたかったんだろ。STM 名曲多い？そうだよね。やっぱ思うのは秋元先生の歌詞がやっぱいつだってすごいなってことで、本当にいつだってすごいと思います。今回の1期生のね曲も結構雨とか涙とか、歌詞、もう歌詞出してる人いる、早っ。あ、まだです、歌詞待ち遠しい。公開されたんですよ、1期生とかさ、一期生曲を公開、一期生カップリングで一期生曲がありますって言ったっけ私。皆さん、今回 STEM48 のカップリング曲で10枚目シングル、なんと一期生だけの楽曲ができました。知らなかったですよ、私言ってないもん、一回もショールームで。できました。実は一期生だけの曲って今まで一曲もなくて、サングラスデイズとかはさ、一期ドラさんなんだよね。でドラさんももう1期生みたいなもんだから、うちらはもうあんま変わらないというか、気持ち的にはドラさんも1期生なんだけど、まあまあ区分的にはさ、やっぱ1期生だけっていう曲はなかったんですよ。だから意外と気づいてなかったけどね、今まで。だから私あるような気がしてたけど、よく考えたらなかったですよね。そうで、今回初めてね、一期生だけの曲ができまして、雨とか涙とかっていう曲です。そう、ドラさん入る前の曲は全員曲がないんですよね。瀬戸内の声絶対全員曲にした方が良かったのに、全員曲じゃなかったから。そう、実はあのー2期曲だけないのよ。2期？僕らの春夏秋冬全員曲じゃない、2期の。で、今回カップリングが 2.5 期との曲もあるし、3期の曲もあって、これでやっと全部の曲ができました。
そう。ちりめんパーティーで聴きました。ありがとうございます。曲は歌えるかわかんないけど、あめちょっと歌えるかわかんないけど雰囲気だけ伝えるために歌いますね。じゃあ今日最後に、はい。ちょっと雰囲気はしっとり系、しっとり希望が見える系、切な明るい系で STU っぽい感じです。STU とか乃木坂っぽい感じです。いきます。ちょっとカウントが難しいけど、メトロノームが欲しいわ。雰囲気だけでも。雨が上がった瞬間が好きなんだ。空の悲しみ全てを絞ったようで、雲の隙間に差してきた淡い光、きっとここから僕の未来は始まる、勇気をもらえる時、だから君を誘って手すりがまだ濡れてる、この屋上で見せたかった、晴れてゆくプロセス、雨と涙は自分見つめる時間、何にもしなくていいんだよ、ぼやり雫をただ眺めて、耳をそばだてなさい、道や木々の単調な雨音がやがて少しずつ小さくなって、立ち直るもの、だから君と一緒に待とう、空気が変わるその境界線、てん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 、雨がしとしと降っている、その間人は何して待っているというのか、誰も体が濡れないようにすることしか気が回ってない、雨宿りをしようとして軒先を探している、だけど僕はそれでもずぶ濡れを恐れない、外に出なけりゃ見逃しちゃう絶好のタイミング、風や雲って変化してく予兆、どっちへ流れてゆくのだろう、息を凝らし期待しよう、希望はそこまで来た、並木道の人々の声がする、会話が鮮明に聞こえてくるよ、話したいこと誰もずっと待ってたんだね、二人が変わるこの雨上がり、チッチッ、傘をいつも手放せずに天気を気にしていた、そんな僕たちは何を見つけたのか、おつさび、どんな雨でも上がってしまえば、さっきより空は青い、悲しいもの、そのすべてを持ってゆく、ドゥルルルルルルル、雨と涙は自分見つめる時間、何にもしなくていいんだよ、ぼやり雫をただ眺めて、耳をそばだてなさい、道や木々の単調な雨音がやがて少しずつ小さくなって、立ち直るもの、だから君と一緒に行こう、空気が変わるその境界線、っていう曲です。ちょっと
若干ね違うところもあるかもしれないんですけど、こんな感じの曲でした。ありがとうみんな助けてくれていかがでしたか。一期生の雨とか涙とかっていう曲です。 CD もね再来週発売なので、ぜひ発売されたらお聴きくださいませ。とってもいい曲でありがとうございます。伝わった？こんな感じかなっていい歌手ね。せいちゃん、くもしゃん、くもしゃんありがとうありがとう。ショールームのカラオケ入ってないし、でも世の中に歌詞が出ていない。そう、ドキドキ。伝わったかな。ミラボでとか音符で盛り上げてくれてありがとね。タカ、マック、おつまみみん、目黒の工事、なか、はじめだよ。タカ、ミケちゃん、セブン、オリちゃん、ノブ、おいたん、ノブ、目黒の工事、せいちゃん、なか、タカ、チュンチュンチュン、おいたん、セブン、ありがちょう。作曲は誰が気になる。確かに、お楽しみに。みんな作曲家とか気にするんだね。私ファンの時に作曲家さんとかあんま分かってなかったから、すごいファンの人っていろいろ詳しいなって思います。初劇が福ちゃんのアカペラ嬉しい。あの曲と同じかってなる。なるか、確かに。この曲は何っぽいかな、あれっぽい、私が乃木坂で好きな曲、あの一人でいるのが一番好きだった、ああ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  それが恋と知ってしまったなら、なんて目離せなくなるよ。だから僕たちは似た者同士、気の合う友達だと思ってる。目の前にはいつもヒントがあり、紛れもない過去の答えがある。タタ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 タ、君と一緒がいいに似てる気がする。雰囲気がこれ乃木坂で一番好き。監督、あー多重でありがとう、たくさんのチャレンジ。明日は当たる話したい誰かがいるっていいもんだ。またね、でも歌っていくうちに曲もさ育っていくというかさ、わかる？なんかいろんなメンバーの思い入れとか歌ってきた場所とかでなんか曲が育っていくんですよ。なんかそれが私はすごい好きで、暗闇とか特になんかもう育ってあげてるじゃないですか、花は誰のものも。そういう曲になりそうだなって思ってます。ね、そろそろ終わろうかな。明日何時で起きなきゃいけないんだろう。ギャー
ガチで嫌だ。起きたくないよ。辛すぎる。最近。頑張ろう。よし、最後に一曲歌って終わろう。お風呂、水浴びをほどいてお風呂入って寝るぞ。気力があればハロウィンコスプレの何かしらのインスタもアップする。ハロウィンコスプレっぽい写真いっぱいあって、今回の明日出るグッズの緑チャイナもあるので、あのインスタ用にこの服全部写真撮ってるんですよ、綺麗な写真。だからこれもあるし、これだけで4種でしょ。そう、もう結構あるんですよ。昨日で山口の公園で撮ったデビルキャットみたいなのあるじゃないですか。溜まってるんですけど、後ろの方に写真がいってるやつとかもうさ、掘り出すのがめんどくさくて載せてないんですよね。ビレバンのやつとか撮ったのもう夏だしさ、からありすぎて逆に困ってるという。感じなんですけど、気力があれば載せます。気力があれば。気力はあるのだろうか。じゃあ壇上の人はちょっといろいろ、壇上とか壇上入れ替わって壇上になりそうな人とかいろいろ書いていてください。どうしよう、最後に一曲迷うな。今日普段歌わない曲歌ったからな。迷う、何系がいい？最後コスめっちゃ似合ってる、ありがとう。夢力？夢力ないんだよ。ボクボクあるかな。ボクボクあるじゃん。ボクボクにしようかな。この前歌いそびれたし。ボクボクって声がある。ボクボクにしようかな。じゃあ、迷うな。迷う。そう、下手でも迷ったの今。迷うな。迷うな。ちょっと今日ボクボクにしとこう。ちょっとまた他の手を歌えなくなったらまたいつか、いつかっていうかいつでも歌えるけど、とりあえずこの前歌いそびれたボクボクを解消しとこう。ボクボク欲を回収しとこう。めっちゃ風邪ひいてる声だけど逆に低い声が出るかもしれない。まあ、両方歌ってもいいんだけど、全然いいんだけど。どんな夜がささやいてるのか、僕は知るす
してる気が僕じゃない。え、風邪ひいてる方がうまい。アリちゃんとかめっちゃうまかったね。この曲 SF48 のそして僕は僕じゃなくなるという楽曲で、この曲は歌唱力決定戦メンバーの曲です。誰よりも誰よりも愛したせい、もう僕はじっとしていられない。この顔の年が指さされても、本気とはそういうものだろう。こんなにもこんなにも愛おしくて、厳しいがもう見えていない。ゆっくりとゆっくりと邪気しない、愛はそして僕が僕じゃなくなる。ありがとうございます。嬉しい。ゆずきちゃんが語ってくれてる。マジ？いや、ぼくぼく盛り上がるっていうか、私が盛り上がる。ゆずきちゃんだ。ボクボクのレクソンね。そうなんです。あ、終わった。ゆずきちゃんに LINE しよう後で。推しの配信は後で見ます。はい、というわけでね、あの風邪ひいてる方がちょっとなんか低い声が出やすいのか、なんかいける説出てしまいましたが、はい、なんかさ、気づいたら3時間も配信してんな。私7時半ぐらいから配信してるよね。いかんいかん、ちょっと早く寝ます。明日思ってる早かったんで。たくさん盛り上げてくれてありがとう。プロプロキャンディーとかもあるし、始めだよ。センキャベマックナッカマックタカミケちゃんミケちゃんナルさんおいたマックマックセンキャベブーちゃんセブン、埼玉のいったーなるしゃん、ベル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 、リンリンリン、アールアッピュ、センキャベ、なんか、はじめだよ。ありがちょう。時間忘れてた。いつ、やばいやばい。実際、もう本当にイベントごと好きすぎて、ハロウィンとかに本当本気出しちゃうわけね。やばいやばい。ちょっと3時間も配信しようと。
MV を一緒に見たかったからね、早く始めたのよ。そしたらさ、いつもの時間の感じでずっとやっちゃってるわ。はい、じゃあね、明日も頑張ってコンさんのためにいっぱい練習したいので、ちょっと早めに終わりたい、早めじゃないけど長くやったけど終わりたいと思います。ランキング読むね。楽しかった。これかランキング読ませていただきます。アラップ赤チャイにやられた。チャイナが似合うスタイルが大好き、ハッピーハロウィーン、嬉しい、ありがとう。なんか今日ダンスの先生に、先生のスタイル本当綺麗だわって言ったら、サラちゃんが福田さんのなんか同じ感じですよ、スタイルいいっすよみたいな言って、サラちゃん褒めた私のこと、って、私はその時はもうクールに、そうかな嬉しいなって言ってたけど、実は珍しい、ってなってました。キュンブーちゃん配信ありがとう。月曜から赤い、月曜今日怖極上の睡眠になってる。お屋敷、お屋敷ありがとう。月曜かまだ、めっちゃ木曜日ぐらいの気分だ。ナッカーありがとう。ノーバディお誕生日ありがとうございました。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアノーバディー、ハッピーバースデートゥーユー、おでめと。なんか電波悪かったもんな、この前。ごめんね、ありがとう。いい一年に私と一緒にしよう。マク、おつまま、おつ、あ、さっきおつまみって言っちゃった。おつままみん、ありがとう。おつまみみみん、くせっ、せーちゃんありがとう。花火師、息をする心、ずっと聴いていたい名曲ですね。いいよね、ダンスも好き。今度歌おう、息をする心。ありがとう。なるさん、これからリーブ始まるね。楽しみがたくさんいて嬉しいよ。たくさん会いたいです。いっぱい会おう。待ってます。ペンライト探す。目黒の工事、チャイナフックちゃんと夢見えて幸せな月曜になりました。感謝です。こちらこそ。ありがとうね。また明日。セブン、ありがとう。ミケちゃん、あかりちゃんを引き合ってたんで目から鱗ですよ。人生勝った。人生勝ったね。人生あかり。ありがとう。タカ、ハッピーハリーン、何回見てもチャイナ可愛すぎて直視できないぐらい素敵です。夢で会いましょう。夢でチャイナするわ。またありがとう。監督、 MV 解説込みでエモかった。赤井ちゃんのチャイナも可愛すぎて初期、ありがとう。いっぱいかぼちゃも挑戦ありがとう。1位は埼玉のいたん、1位おめでとう、ありがとう。というわけで、私が福田はってたらストーリーって言ってください。鬼はスト、福田はストーチ、三度の飯は何で決まり、香川県出身の福ちゃんこと福田あかりでした。皆さん今日も一日ありがとうございました。明日も、ハロウィン配信しようと思うのでよろしくお願いします。お疲れ、おやすみんゼミです。バイバーイ、ありがとね、ほんと終わりに